集めてます。ヤングバッグのこのなんか紙の筒みたいな、厚紙の筒みたいになってるやつは結構シングルの場合が多いんですが、これ一応こういうアルバムみたいです。なぜかもう一個、これはちょっと手放そうかなっていう感じです。ボビーブラウン、ボビーブラウンの全盛期は多分自分よりもっと上の人なのであまりよく知らないんですが、変態男もう一つありました。 LL クール J の1996年で、あとやっぱりレゲエが好きなので、チャカデマス。それとあと、ダディヤンキー。レゲエは好きなんですが、レゲトンはちょっと違うので、あれなんですが、これバスタライムス。ジャケットに文字がないっていうスタイル。ミッシー・エリオットのこれはなんかケースがなんかラメが入ってる感じでギャルっぽいです。やっぱ2000年代、まあ今でも多分女のラッパーっていっぱいいるんですが、2000年代も結構いろんな人がいて、うん、まあ聞かなくてもなんかすごく懐かしい人とかだとやっぱ見ると欲しくなっちゃいます。バスタライムス、フェイス・エヴァンス、シスコ、うん、まあ、シスコなんて多分いかないんですが、これは WWE のテープ。やっぱ2000年代って言ったらアッシャーがめちゃめちゃ人気だった気がします。で、スヌープドッグのカセットは唯一これしかないんですが、まあ、名盤みたいなやつはしっかり集めたいと思ってます。で、リル・バウアーがバウアーになった時のアルバムです。KRS-1、まあ、こういう渋いやつも知ってるやつは集めようと思います。シャギー、まあ、レゲエです。これはこれは知らない人です。まあ、あとレゲエといえばボブ・マーリーなんですが、これはロシア版です。ロシアの表記があります。で、トニーリッチプロジェクト、あと2000年代、エンリケが結構音楽いっぱい出してて今全然見ないですが、まあ、あとロックの好きなアルバム、ニルバーナ。
で、これは別に集めたわけじゃないんですが、シール。まあ、シールはたまに聞くと思います。LL クール J の古いやつ。LL クール J。LL クール J。LL クール J。KC& ジョジョ。これも2000年代。結構人気でした。なぜかサンタナ。サンタナはロックなので、ニルヴァーナの近くに置いときます。あと、MF ドゥームとか、まあ、そっち系のテープも集めたいんですが、まあ、MF ドゥームのなんかケースに入ってるカセットも家にあるんですが、まあ、年末に MF ドゥームが死んだっていうのが報告されて、そこから多分今値段が上がっちゃってると思うんですが、まあ、このテープとその家にあるやつは前に買ったので意外と安く買えたんですが、今多分このテープ1万円ぐらいになっちゃってると思います。で、ちなみに未開封なんですが、これはちょっと開けないでコレクションの感じで持っておこうと思います。イブ、意外と女ラッパーがいます。あとマリオも2000年代っぽいアーティスト。まあこんな感じです。で、カセットを聴くウォークマン、俺ソニーの EX21 っていうやつを買って、で、ベルトを交換したらすぐ動いたので、これを使って、まあ気に入ってて使ってたんですが、一回落としたらバキバキに割れちゃって、今テープつけてるんですが、で、まあ落ちて割れた瞬間にこれストックが必要だと思って、この2つが、まあ、ヤフオクでどっちも送料込みで1000円しないぐらいで落札できたんですが、このフィリップスがめちゃめちゃ良くて、再生の方向も切り替えがちゃんとできて、で、このドルビーが入ってるっていうのがなかなかいい感じで、で、あとボタンを押さなきゃ開かないっていう機構も良くて、こっちのソニーはすごい分厚いんですが、炭酸2個で動くやつなんですが、いい感じに薄くてめちゃめちゃ気に入ってます。で、このパナソニックは昨日家に届いて、で、モーターが元気に動いてる音が聞こえるんですが、多分ベルトの交換が必要です。っていう感じでカセットコレクションの紹介でした。